クロード・ジョーンズ級護衛駆逐艦は第二次世界大戦後に建造されたアメリカ海軍の護衛駆逐艦の艦級。基本計画番号は SCB131 であった。先行する d 零級が高価な割に性能が低いと評されたために新たに建造された戦時量産用護衛艦のプロトタイプの一つである。d と比してと機関を簡素なものとし、 コスト低減に注意が払われている。戦時量産を考慮して、対戦機の護衛区選定をベースとしており、戦型としては挑戦手労型を採用する。量産性と後続性能を考慮して、手機方式としては、中速ディーゼルエンジン4機によって、スクリュープロペラ1軸を駆動する、マルチプルディーゼル方式が採用された。手機間は、フェアバンクスモース社製8機等垂直対抗に、 サイクル式 38ND-18 とされている。これらは2機ずつ前後の機械室にシフト配置され、その中間に設置された減速機を介してスクリュープロペラ一軸を駆動しているものと考えられている。前後の機械室からの排気はそれぞれ直上の煙突に導かれており、これにより本級はアメリカ海軍の護衛艦としては、 唯一の日本円突艦となった。また本級は最後のディーゼル推進艦でもあった。しかし速力は D09 より5ノット遅い22ノットに止まり、機関部の容積は増大し、また騒音と振動のために電子機器の保守管理に支障が出たほか、特にソナーの重波器入口雑音レベルの高さから探知距離への制約ともなったことは、 対戦任務の戦乱護衛艦としての本級にとっては大きな問題であった。レーダーは対空捜索用として、アン・ SPS-6、対水上捜索用として、アン・ SPS-10、また艦装備のソナーとしては、アン・ SQS-4 と、いずれも d l a を踏襲した装備が施されている。また、可変深度ソナーも後日装備された。 搭載兵装はむね d l a 級から半減した。手法としては d l a 級で装備化されたマーク三3 3 5 0口径3インチ連装速射砲を単装化したマーク三3 4を採用し、前後甲板に一機ずつ搭載している。前甲板の31番砲は棒立てを備える前周密閉式の砲塔であったが、後甲板の32番砲は露天式の砲がとされた。 放射撃式装置としては、D レイ級のマーク63をもとに空バンドの案、SPG-52 レーダーを用いる、派生型として開発されたマーク70が用いられ、その法違ンは環境上に配置された。全甲板には対戦迫撃砲が設置されたが、その機種は D レイ級のウェポンアルファの実績不良を考慮して、対戦機のヘッジホックに逆戻りした。 なお、マック・モリスとチャールズベリーは、ヘッジホックから、ノルウェー製のテルネスリーに後日乾燥しているが、これは1964年に撤去された。また、水雷兵装として、当初は固定式 533mm 径のマーク、24丁魚雷発射管を備えていたが、これは後に旋回式 324mm 径のマーク、 323連装単魚雷発射艦に、換装された。本級は4隻が建造されたが、線形化所で進歩する対戦兵器やソナーの搭載が不可能であったことから、失敗作とみなされ、1973年から1974年にかけてすべて退役して、インドネシアに譲渡された。また九百七十年代半ばには、トルコ海軍において、 本級の設計をもとに発展させたベルク級、フリゲート2隻が建造され、1990年代半ばまで運用されていた。ありがとうございます。